はい、12月16日今日の朝飯、すき焼きの残ったのはまだある。長ネギと白菜を入れて、で肉をちょっと追加してまた食べる。いつものように具沢山もらったやつ、果物、牡蠣、忘れちゃった、あったのが。ついでに銀杏も焼いた。はい、食べます。はい、もうすぐ3時ね、だいぶお客さんも3時半のオープンにね、開店時間に慣れてきた。あ、だいぶゆっくりするね。ちょうどね、だいたい今16日か、だいたい2ヶ月やね、一人でやりだしてね、だいぶペースが出てきたかな。夜の時間をね、短縮しただけでもだいぶ違うね。だいたいもう本当、昨日ももう8時ごろにはお客さんが、来なくなったからね、ちょうどいいというかな。なかなかいい調子にやっていけてる。それでね、来年は金曜日も休もうかなと。週休2日にしようかなとね。これで金曜日休むとね、相当今度は自分の時間が少しは取れるんじゃないかな。今ね、自分の時間が取れない、家が片付かない、自分の部屋とかなんとかがね、だから来年早々にもう金曜週休2日にしようかなと今考えてます。お客さん苦情来るかもわからんけどな、もうお客さんの都合よりね、こっちの都合からせんとね、こっちが続かんかったらもう何の本末転倒やけどね。まあ売り上げ自体も自分が一人で生活する分には全然問題ないよね。だからね、できるだけ長く続けられるようなペースで、もちろんね、人を雇えという人もね、結構多いんやね、人を雇うてした方がいいんじゃないかという。まあ人を雇うのはいいんやけど、めんどくさいね。人を雇うというのは本当めんどくさい。これはもう雇った人は分かると思うけどね、なかなかね、人を使うというのは面倒くさいことなんよね。まず第一に、人を雇えばその分売り上げを上げないといけないからね。売り上げを上げるということは忙しくなるということだね。忙しくなるということは、お客さんがいっぱい来るということだね。お客さんがいっぱい来ればのんびり風呂に入れないと。そこに行き着くだね。僕はもうのんびり風呂に入ってもらいたいというのがあってね。だから売り上げを落ちてものんびり入れるような風呂に今やってるね。サウナもね、サウナをやってくれというのがね、もう本当に多いんだけどね、サウナをするとお客さんが増えるよね、やっぱね。変な話やけどね、お客さんが増えないように授業をするというのはどう考えても商売としては成り立たなさそうやけどね。まあ商売として成り立たせるというよりも、自分が生活して仕事として成り立たせる方が先やね。ね、商売とか損得はもう後やね。本当にもうこの年になると自分のペースでどこまでうまくやっていけるか、もうこれに尽きるな。なかなか最近銭湯のね、若い人も銭湯をやってる人があるよね、 YouTube で見たけどね、なかなか頼もしいね、若い人が銭湯やってくれるとね。どんどん銭湯がなくなっていってるからね、なんとか年寄りがね、もうしてもダメよね。やっぱ20代30代その年齢がやっぱりしてもらいたいな。だからその最大の欠点はね、銭湯をやると他のことができないと思ってるかもからんな。こんな、まあ、単純作業というのも変やけど、銭湯しながら何かできるよというのがね、まあ、僕は自分自身でちょっと実験してんのよ、ね、だから銭湯もしながら銭湯もしながら結構いろいろ遊んでるじゃないかというか、それがこの動画の発信でね分かれば、若い人もあのじいさんでもできるんやから、銭湯しながら結構遊んでるというかな、楽しんでるじゃないかというようなことがあれば、できればいいんじゃないかなとね。そういう感じで、はい、これからも
毎日投稿続けてみようと思います。はいはい、みんなゴロゴロしてる。あれ、みんなゴロゴロしてる。あれ、ちょびちゃん何しとんのかい。はい、のびちゃん、のびちゃん、今日は天気がいい、気持ちがいいの。天気がいいで風もない、ゴロゴロするわのみんなの。のびちゃん、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 なんちゅう格好してんの。あらら、ちょびちゃん、長しっぽ、のびちゃん、のびちゃんおいで、のびちゃんおいで。のびちゃん来るわ、おいで。はい、はい、おいで。のびちゃん、のびちゃん、落ちるよ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 。